暑い、殺人的やなこれ。ということで草刈りで再開します。どうしたん？あの忘れとるんだ。オートキャンセルするのがいいんだ。はあ。戻らんっていうか。なんでずれるの？ハンドルも。まあ、最初はそうね。ちょっとずれ気味やってん。ずれるかなって押さえたら戻すね。ちょうどここにピンが折れん。ああ。ピンで戻そうすね。これハンドル自体がずれてるから。ああ。要するに戻ろうとするともう当たる。だからちょっとまっパトンと戻ろうとする。はあ、なんか曲がるとき特に左かな、うん、押さえながら曲がらなかったらすぐ戻ろうとするから最初から。ご苦労さんこの暑い。足忘れとれ。直そうと思ったこの機会に。この機会に春になって忙しいしな。いや、やっぱ危ないから戻らなくても全部押さえとれんねんけど、うん、まあ、ちょっとロケットってちょっとやっぱ先日ちょっと3号観測機が調子悪いっていうエラーが出るという症状でしたが、どうぞ。うん、そしたら結局ここやね、やっぱ相当センサーなんて壊れるもんね。はい、これやね。ここでほらパルスをピックアップ、パルスって言うんっけ、うん、要するに回転数ね。回転をこのなんかね、こういう金属でよくいろんな機械についてるね、車でもね。アンチロックブレーキとかね、いろんなこのセンサーに回転回ってますよっていうセンサーやね。そうそうそう、うん、で結局まあいろいろ調べてんけど、詰まりもないし何もないし、うん、止まる原因考えられない、結局これじゃないかっちまで、うん、変えた、うん、変えて、そしたらこうやって、うん、こんなあんま壊れんもんねんけどね。まあ形あるものは壊れるけど、と思っとれ最近何でも壊れるよ、センサーとかこの線ついてるもん。ほらね、こういう電気消して機械は結構上耐久性あるね。やっぱこういう電気消したらやっぱどこで作っとるんかが問題やけどね。ほうようや、ほうようとか、ベルインジャパンとか言ってあるよ。ジャパンなのに書いてなかった。中国か台湾かやね。まあまあまあ。なんでこんなあんまり最近もう。で、張り込み。プチッとな。ちゃんとここランプもついておってんけどね、反応はしてるはず。ついてる、前もついとったよね。ついとってんけど、なんか点滅しとらん、気のせいけ。確かに違うか、点滅しとらんのかな。はい、無事です。うん、まあこんだけで済んでよかった。はい、まあ何百円か何千か、1000円か2000円か。最近センサまあ、最近のね、センサーっていうのはすごい安くて性能がいいっていうか、ほらもう GPS 対応のドローンとかもね、もうあの制御、こういうセンサー技術ってすごいね。あんなちっちゃい機体にね、いっぱいセンサーが組み込まれて普通に飛んどるもんね。いろんなプログラム入れて、うん、ただしそれが壊れると大変なのよねどこかわからんし今の時代はもう何でもできるような、ちょっと想像でするような。トラクターやね、トラクターこれ、まあ、こうやってこれついとれんけど、うん、で走るときはこうまっすぐなれんけど、うん、これがちょっとね、これちょっと印つけてみようかな、こうやってね走るんやけど、うん、ウィンカー入れるやろ、うん、だからウィンカーのこのセンサー、キャンセラーのあれがね、うん、位置がちょっとずれとるんかね、うん、戻ってしまうんやって。なるほどな、オートキャンセラーだからちょっと動かしただけで、うん、だから結局右やったか左やったかちょっと押さえながらしとらなかったら戻ろう戻ろうするから、うんうん、
うん、それ前からやってんけど、うん、まあ、直さんだな、直さんだなと思って、やっぱ危ないからね、うん、うん、こう押さえなんかも、で、たまに戻らんとそのままずっとおるし、うん、うん、だから今これ抜いて、ここにほら、穴見え、これがこういうことになってるんですよ、乗ってみる、ここに穴はおらん、そのボスみたいなやつな、うん、うん、これね、あんまり簡単に抜けてんって、よかったシニッチシナビつけてもよかったんだね。いろんなもんついとくから簡単にメンテナンスできないのに、ちょっとクリアランスね、甘く設計してるね。スポーンつけた。よかった。よかった。なんかカマさんなんかなと思ったけど、いろんなもん。プラ。KL41 に比べてスポットつけたよね。スペースなかったから、いやーみたいな。カーンってやったら、ポーンって、おお、よかったよかったと。まあほんで、これはさっきの穴にあるんやけど、うん、これは例えばこう、曲がるやろ、うん。これがこうやってハンドル来た時に戻るっすね、ほら。なるほど。これは音、まあ車も視野はいいね、うん、今の車はどうなんかな、うん、なんかセンサーかなんかだったか知らんけど、うん、昔の車、今もそう、どうなんっけ、うん、これはこうやってで、これはこういう状態でおれ、うん、要するにずれとるから、うん、ただ例えばちょっと曲げようとしたって例えばこっちか、うん、戻るするんですよ、うん、ちょっと切っただけで、うん、だから結局押さえながら、うん、今これをまっすぐな状態でこれをまっすぐな状態でハンドルをまっすぐつける、さっきのボスのこの位置に合わせてつける、うんうんうん、そうするとまっすぐとで左に右にある程度戻ったらもうキャンセルしてくれると、こういうことになっとるんけど、これみんな結構やっぱいろいろとずれてくると、なんでずれるの、ボスがすり減ったの、あこの突起が最初の取り付けが悪いんや、いやこれのスプラインの入れ方よ、なるほどな、まあこれとの相性やもんな、相性やから、まあただまあ多少のズレはズレやけど、多分こんな状態で取るよう、ね、なで、これでまっすぐ走るから結局こうやると戻ろうってつるんで、うん、ほんのまたま、うん、ちょっと曲がろう、ちょっとこれやっぱこう当て返ししたりするやん、その時にね戻るするんで、結局こうやって押さえながらこうハンドル切るよね、これ初期の頃からやってことや、初期の方からね、ちょっと具合悪かった、具合悪いけど、まあいいわと思ってんけど、最近ちょっと頻発しだした、うん、頻発ちょっとずれてきたんかな、なんかどうなんか、まあハンドルのここら辺のガタも出てきたっていうか、まあ、これもなるほどね、あフロント周りのな、だからどうしてもハンドルのブレが大きくなってくるねって、うんうんうん、ほら本当や、見てみれば分かる、まあこれもいずれボールジョイントやけど、ほらあららあららあららら、ほんでガタあららら、あららら、あららら、結構大きいやろ、でっかい、だいぶでかいよ、うん、だからもう帰んなんなと思ってね、これ抜けるとスパーンっていくよ、抜けたことあるし、これね、簡単に抜けんげて、これもげてタイヤあっち向いてハの字で帰ってきとったことある、これ抜くときはなんかもう、まあこれ抜きたくないやけど、まあ抜くとき言ってこれね、久保田に言えばよろしく、久保田に言ったって一緒や、これやなの久保田やなの一緒のやり方や、まあ、取ってくれ、まあここになんか突っ込んでやれんけど、これまだ取れやすいかな、まあいいわ、はい、じゃあね、じゃあ草刈り行ってくるわ、あっちー、お、治ったんかな、もう一回入れてみてくれよ、はい、来ました、遠方、ここ砂利は多いから本当はフリー2枚刃届いてからやりたかったけどね、お隣さんもおるしちゃんと買ってやらんというか、で、ちなみにあのお隣さんのでかいのはちょっと今日はさすがにあれから筋肉痛でさね、今日はこの伝統の2枚刃で減ってる、もう丸いしこの前ジャリ良かったかな、やっぱりよし、じゃあ頑張ります、
ってます。ここ細長い8アールの田んぼだけど、まあ白山市に林農さんが出耕作してる、まあうちは戸様農家なんですけどね、近隣の白山市の農家の皆さん優しくて、うちのエリアも除草剤撒いてくれたり、ね、草も刈ってくれたりしてました。ありがとうございますね。まあお互い様っていう言葉はあるけどね、こういうお互いのこの何ちかな、優しい気持ちでなんとか地域の農業は守られてるんじゃないかなと感じます。それにしても大豆立派やな、別の木みたい、うちの2倍あるよね、すげえ。絶対豊作だわ。じゃあ次行きます。さてパラダイスエリアなんだけど、ここ石がね、早くフリーの2枚刃届かんかな、頑張ってみます。ここなんか人間の頭ぐらいの石がゴロゴロしてんだよね。落ちんなよ、そんなとこに石は止まんかった、やら落ちるなよ、落ちるなよと、マジかい、マジですか、500、
かかりかかり、どうやって渡ろう。
どうした？どれ？でかすぎ。なんか異音がする、嫌な予感。大丈夫か。なんか大丈夫か。なんか抵抗があるぞ。なんか何かに当たってる感じがすると。へっこんだかな、どっか。参りました。ナイフモアでやったんだけど、なんでここでなんか引っかかる。どっかで引っかかってんの、あれか、どっか思いっきりぶつけた。すごい抵抗があるもん。なかなかうまくいかないよね。今日は午後から石川県農業法人協会で、福井県で行われる北信越ブロックの交流会に行かなきゃいけないので、今日はこれで上がります。ちょっと一周したけど中途半端やし、ここ石がでかすぎる。大変だわこれ。頑張ります。イエーイ。